やってまいりました。ミッション開始でございます。まずこの人たちを仲間にしておきましょう。失礼しました。んでここ謎なのがね、何すればいいかよくわかんないです。さっきもなんかずっと飛行ドローンは降りてこないし、何もなんかすることなくて、進んだらジェノサイドビームにやられてこれ3回目ぐらいですね。これ敵は弱いんですけどね、何をすればいいのかわかんないですね。そこが最大の敵。どこ攻撃すればいいのかもわかんないです。行って。行ってて。まあ、敵はこのヘクトルってやつしか出てこないんで。で、すぐこれも落とせますね、この。敵はね、弱いんですけどね。何すればいいか分かんないのが、最大の敵。ともう一回言っちゃったけど、本当に分かんない。いってぇなぁ、誰だ？あいつか。さっさとこいつから倒す。俺に一撃くれるとは、不定やろうい。おら。死ぬい。アイテムだけ落としてしない、さっさとしない。待ってりゃいいんですかね、なんか終わるまで。何したらいいんだか本当わからん。撃墜も何もどこを攻撃したらいいのか、それを教えてくれ。教えちくり、教えちくりくり、わからんぜよ。そしてあの飛行ドローンを全部倒すのかと思ったら、あんな遠くにいるし、どっちにしろ当たらないですね。そして爆風で何も見えねえ。とりあえずあれ壊しに行こう。ハローヘクトルさん、こんにちは、こんばんは。弾撒き散らすんじゃないよヘクトルのケツに。ブスッとね。うほ、でも心配するな、俺はそういう趣味はないぜ、決してな。あれ、生まれいずるヘクトル。ということはここが空いてる。あらららららら、やきそだ。そして俺は食らうんじゃないか、そろそろ。ほら
撃っていいのは撃たれる覚悟がある時だぜ。ここを突くぜ。うん、急所だったよな。この時点でこいつは死んでるでしょ、潰されて。でパッと消えるんですね、輸送機は。潔い。でこれ何したらいいんでしょうのかね、ほんと。なんか光ってる時に攻撃するのかな、そんな気がするな。あ、びっくりした。またジェノサイドされたかと思った届いてないんじゃない？わかんねえな。何したらいいんだか。おいおいおい。こいつら相手していいんですかね。なんか違う気が。あ、そうなのかな、本当に。はい、弾を無駄にするなって怒られた。弾無駄にしたかないんですけど、あんまり当てない、当てれないんですよ、私の武器は。レンジャーには分からんだろうがな、この苦労。スナイピングライフルを持ってるレンジャーさんたちには分かるまいて。あれ急に手前とか狙ってくるのかな。どうなんだろう、近づいては見るけど、何したらいいんだか本当わかんねえ。何をすればいいだ私は。とりあえずギリギリまで行くか。なんかここら辺のは大丈夫だった気がするな。何を壊せばいいのか、当たってないし。これか？あ、これか？ひょっとして。なんか出てきた。地球を守護する戦士たち。あ、なんか違う気がする。全くの謎ミッションですね、ほんと。おら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 、おら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 
わあ綺麗だな、意外と反射してる。そんなことに感動してる場合じゃねえ。とりあえず何攻撃すればいいんだこれ。痛い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 。とりあえず何を攻撃すればいいんでしょうか。あ、また穴が出た。あれだ。あらら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 。おら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 。痛い、痛い、痛い。ぐわ。了解であります。お、なんか勝利した。知らない間に理解可能。いやオラオララッシュかまして苦労した割には合わない報酬ですな。結構やり直しました。3回ぐらい目にしてやっとクリアできましたね。ほんと何をしたらいいかよくわからんミッションでした。次のミッションは楽しみだな。なんだ？密集地帯。うわぁ、まためんどくさそうな。地下トンネルって書いてあるんで、巣穴があるんですね。じゃ次回はこの密集地帯をやっていきたいと思います。それでは、さようなら。バイバイ。